タビューいいですか？はい、お願いします。はい、ではでは、お名前を教えてください。カナルです。7歳です。あ、カナルちゃん7歳なんですね。美人さんですね。ガウガウです。全然ゴーゴーしないね。はい、どちらからお越しですか？北海道の札幌から来ました。カナルちゃん、北海道から、北海道から来たんですか？どうやって来たんですか？ドフリーに乗って、車に乗ってここまで来ました。あー、すごーい。北海道から千葉まではどのぐらいかかったんですか？どのぐらいだろう、どのぐらい、7、8時間ぐらいです。8時間かけて来てくれたの、ありがとう。はい、どうやってこのひげ犬を北海道でお知りになりましたか？ブログのお友達の方が去年なんか実行委員をされるということで、それで知りました。そうなんですね。カナルちゃんもブログやってるんですよね。はい、どうも。はい、ありがとうございます。では、カナルちゃんからひげ犬祭りに一言お願いします。いつもこんな動画をカナルに優しくしていただいてありがとうございます。またよろしくお願いします。楽しみます。ありがとうございます。お前楽しんでってくださいね。こんにちは。こんにちは。夏目です。お名前を教えてください。夏目です。何歳ですか？3歳。どちらからお越しですか？愛知県春日井市。遠いところからありがとうございます。疲れませんでしたか？ちょっと疲れたね。どうやってひげ犬祭りは知りましたか？ホームページ、ホームページ。かわいそう。では最後にブログ、あ、ブログで見ていただいてるんですね。ありがとうございます。では最後にひげ犬祭りに一言お願いします。楽しむぞ。おお、ありがとうございました。突撃ひげ犬インタビューです。 ありがとうございます。お待ちしてました。ずっと待ってました。いつ来るのかな。お待たせしました。それでは、はい、ちょっと質問させてください。まずはですね、お名前を教えてください。黒木ひとみです。黒木ひとみちゃん、素敵なお名前ですね。名字があります。どちらからいらっしゃいましたか？秘密。あれ、教えてもらえないの？ストーカーに狙われちゃうから。じゃあお年は？それもママが28だから同い年です。若いママとお嬢ちゃまですね。はい。ではでは、どうやってひげ犬祭りを知りましたか？ナンパされて知りました。ナンパには気をつけてくださいね。でもママもナンパしてます。これ使われないでしょ。ありがとうございます。もうおしまいですか？それではひげ犬祭りに一言二言三言お願いします。三言じゃ足りない、ね、いや、今日は本当に楽しみにしてました。朝のメイク時間35分、もう若干崩れてます。でも夕方まで頑張ります。よろしくお願いします。修正よろしく。ありがとうございます。光いっぱい足しておきます。お願いします。突撃ひげ犬のインタビュー、イエーイ。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ちょっとインタビューさせていただいてよろしいですか？どうしま す, どうするお願いします。いいんじゃない？じゃあやる。ちょっとだけね。オッケー、オッケー。ありがとうございます。ではでは、まずこの今いるかわいいシュナちゃんのお名前を教えてください。はい、せーの、ソラ。フライング。うちもソラ。あとシェリー、メイ、リン、グミ。みんな何歳ですか？3歳。2歳。7歳。2歳。
ください。ありがとうございます。皆様どちらからいらっしゃいましたか？長野県です。皆さん長野県。埼玉。埼玉。わあすごい。カリフォルニアで。そしたら、今日このヒゲイヌ祭りはどうしてお知りになりましたか？ヒゲイヌ祭りは去年も参加したからです。あ、すごい。そうです。そうですね。皆さん去年から。はい、去年は何で知ったんですか？去年は秘密です。秘密が多いっしょな。マーブルパパに教えてもらったんじゃないの？かな？かな？じゃあありがとうございます。では最後にヒゲイヌ祭りに一言皆様からいただきたいので。ヒゲイヌ祭り来年もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあメイも入ってる。ありがとうございます。さよなら。これからヒゲイヌのインタビューさせていただいてよろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、それではお名前と年を教えてください。有田家ゆきち3歳です。ミルク3歳です。はい、サンタです。エルフィーです。ありがとうございます。はい、それでは今日はどちらからお越しになりましたか？愛知から来ました。はい、三重県です。あ、すごい、遠くから来てくれたんですね。ありがとうございます。どうでした？疲れましたか？まだ、今からです。どうですか？バテバテです。暑いもんね、なんか今日はね。暑いね。暑いから疲れちゃうね。でも元気に遊んでくださいね。このヒゲイヌ祭りはどうして知りましたか？お友達のサンタに聞きました。友達のサンタに聞きました。何かよ。声低いしね。ありがとうございます。サンタ君とはもう長い付き合いなんですか？かれこれ3年の付き合いです。一緒なんですね。ミルクは 2年ぐらい。2年ぐらいかな。ミルクちゃんは2年の付き合いですか？そうなんですね。そうしましたら今日はヒゲイヌ祭りに一言2人からいただきたいんですが、お願いできますか？固まってる。そうですね。固まってる。ちょっといただいてもミルクちゃんいいですか？退屈、退屈、退屈なんですいません。じゃあお願いします。今日はこんな会を開いてくれてありがとうございます。いっぱい楽しみます。これからも続けてください。やったー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。遊んでください。ありがとうございます。ヒゲイヌインタビュー、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。かわいいですね。ございます。まずはでは、お名前とお年を教えてください。デビル11歳です。11歳のデビルちゃん、はじめまして。かわいいですね。はい、今日はどこから来たんですか？愛媛から来ました。愛媛からブーブーで来たんですか？新幹線でビューンと来ました。新幹線で、はい、そうなの。じゃあ新幹線乗ってきたの？デビルちゃん、はい、偉かったね。どうですか、ヒゲイヌ祭りどうですか？楽しいです。ワンちゃんいっぱいでね。そうですね、お友達いっぱいいるもんね。ありがとうございます。それではこのヒゲイヌ祭りはどうしてお知りになりましたか？去年の第1回から参加してるんですが、ありがとうございます。関東のお友達がいるので一緒に参加しようということで。やっぱりお友達がいっぱいいるんですね。はいはい、お友達から聞いてきてくれたのね。はい、ありがとうございます。
ではリュウリちゃん、ひげ犬祭りに一言お願いできますか？すごく楽しいお祭りなので、またこれからもずっと続くといいなと思ってます。また遊びに行きたいです。ありがとうございます。またまた来てくださいね。今日いっぱい楽しんでくださいね。ありがとうございます。ありがとうございました。ひげ犬インタビューお願いします。お願いします。まずは可愛い子ちゃんたち1人ずつお名前をお願いします。ママのアビです。娘のモルガです。娘のパトラです。静岡のところから来たガイです。はい、はい、アビママです。ありがとうございます。よろしく。ごめんなさい、まずはじゃあ、今お名前聞いたんですが、それから今度はお年をもしよかったら教えてください。12歳と7ヶ月です。11月で11歳です。11月で11歳です。僕は8歳です。私は25です。ありがとうございます。はい、それでは皆ちゃまどちらからお越しになりましたか？名古屋市です。あ、名古屋から来てくれたんですね。はい、ルーブできたんですか？ルーブできました。10時間かけて。ありがとうございます。このひげ犬祭りはどうやってお知りになりましたか？友達のサンタくんです。あ、サンタくんはお友達がいっぱいですね。そうです。ね、みんなサンタくんとお友達なんですね。僕サンタくん大好きです。お三方は、お嬢ちゃまたちは、お嬢ちゃまたちはあんま遊ばないね。サンタくんとはね。ごめんなさい。女の子だからね。そうだね。ね、そうだね。ちょっと遊んできたの、はい、ありがとう。それでは、はい、皆様、ごめんね、退屈だったね。ではひげ犬祭りに一言お願いします。最高の祭りだね。楽しいね、いっぱいあってね。よいしょ。うん、友達いっぱいで楽しいです。来年も行きたいです。ありがとうございます。はい、スタッフの皆様も頑張ってください。ありがとうございます。ではアビママからも一言お願いします。もう今日は太陽背負ってきました。でも本当に今かドキドキワクワクしすぎちゃって、もう何をどうしていいかわけわかりません。でもすごく楽しみますのでお願いします。ありがとうございます。本当に晴れを持ってきてくださって、ありがとうございます。もうこれからも毎年毎年来ます。生きてる限り25なんで。まだまだありますね。はい、あと50年大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。こんにちは。明るいですね。明るいです。ひげ犬インタビューよろしいですか？お願いします。はい、ではまずどちらからお越しいただきましたか？せーの、九州です。ありがとうございます。息もぴったりですね。それではこの可愛い子ちゃんたち、まずお名前とお年を教えていただきたいんですが、はい、よろしいですか？大分県別府市のアエルです。もうすぐ2歳になります。お願いします。はい、福岡県久留米市から来ましたアスター女の子、6歳です。よろしくお願いします。九州は宮崎から来ましたピーコ7歳です。よろしくお願いします。福岡県福岡市から来ましたロックです。5歳です。よろしくお願いします。北九州のクローネです。北海道のボグサーです。ありがとうございます。いっぱいいる。名古屋からのモモタロウです。マークをちょっと渡してもらっていいですか？どちらからいらっしゃいましたか？北海道のモグサです。女の子です。ひげ犬祭りは楽しいですか？めっちゃエンジョイしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。ひげ犬祭りはどこでお知りになりましたか？去年の皆さんのブログとかインスタで、はい、皆さんのブログとかも、はい、バリバリやってます。そうだよ、そうだよ。今日はね、お願いしました。
かれた方がひげ犬祭りすっごい楽しいから、もう人生で1回でもいいから行った方がいいよということで、ね、私たちね頑張ってきました。新幹線に乗った方、あ、もう一人来ました、あ、もう一人来ました、熊本からさんがです、きーちゃんです、よろしくお願いします。ありがとうございます。では皆様、どうしても皆様に伝えたいというのひげ犬祭りで前にちょっとインタビューさせていただいているので、ひげ犬祭りの一言何かいただければと思います。どうぞ。今リハーサル中です。九州最高、シナザー最高。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ひげ犬インタビューお願いしてもいいですか。いいですわ。ありがとうございます。ではまずお名前とお年を教えてください。はい、ルーク2歳、10ヶ月になるかな、もう少しで2歳、10ヶ月のルーク君ですね。こんにちは。はい、コタロー2歳、5ヶ月です。コタロー君2歳、5ヶ月ですね。ありがとうございます。2人はどちらからいらっしゃいましたか。青森です。青森から。仙台です。仙台から。2人合わせてチーム東北です。ありがとうございます。2人はここまで千葉まで何できたんですか。新幹線特急に乗ってきました。新幹線に、新幹線2人は全然平気でしたか。全然大丈夫でした。お利口さん、余裕だよね。余裕だったよね。あ、黙れない。このひげ犬祭りはなんでお知りになりましたか。マーブルパパさんのブログで、ログで、はい、私は去年来たので今年も絶対来たいなと思いました。ね、すごいね。そして今回コタローママさんから一緒に行こうって連絡が来て一緒に来ることになりました。じゃあもう前夜祭からお泊まりで。あ、素晴らしい。昨日の一曲もどうでしたか。楽しかったね。時間が足りませんでした。教えてください。ブランです。3歳です。ノワールです。3歳です。あれ、じゃあみんな揃えて。ノワールくん、もしかしてノワールくんってあの伝説の、はーい、伝説の、はーい、スプリンター。すごい。去年のヒゲ犬のヒゲ犬ダッシュで1位だったノワールくんですか。そうだぞ。わあ、すごい。インタビュー続けさせていただいてよろしいでしょうか。いいぞ。ありがとうございます。お待たせしました。お名前とお年を教えてください。はい、ソラです。5歳になりました。ソラちゃん5歳、ありがとうございます。はい、足遅いです。可愛いからいいよね。はい、はい、ではどこから今日はいらっしゃいましたか。今日は千葉県の松戸市です。千葉県の松戸市から。みんな3人とも松戸ですか。はい、同じマンションです。同じマンションズなんですね。そうです。いいな。じゃあお散歩とかもよく行くんですか。たまに会います。あ、でもガウガウうるさいです。だから一緒には無理です。近所迷惑です。ごめんなさい。すいません。ね、今日こんなにみんな疲れちゃってるのかな。疲れました。疲れちゃってるのかな。はい、では
このひげ犬祭りですけど、皆さん何で知りましたか？お友達がスタッフをやってます。そうです。スタッフにはならないんですか？なりません。即答。今回どうあるか走らないんですか？多分締め切りが締め切りが間に合えば走ります。走りみたいな、ね、間に合うといいんですけど、もし間に合ったらまたいいとこ見せてください。頑張れるよ。おー、ありがとうございます。では最後にひげ犬祭りに一言お願いします。はい、毎年楽しみにしてます。全国のひなちゃんと会えるのを毎年楽しみにしてます。よろしく。ダメだった。去年はひげ犬で一等賞になったから、今年も頑張るけどあんまり期待しないで、ね、楽しんでます。はい、はい、ちなみに僕は4位でした。あ、残念だね。すごい。そう、でも4位も早いよね。2人とも早いのね。ありがとう。今年も頑張るよ。走れるといいね。ありがとう。頑張るよ。ありがとうございました。ありがとうございました。突撃ひげ犬インタビュー、こんにちは。少しお話聞かせていただいてよろしいですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。お名前と私も教えてください。はい、宮川ラムです。宮川ラムちゃん、何歳ですか？4歳と5ヶ月です。ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。ハスクエコープスを教えてください。あ、ハスクマジャンプです。もうすぐ6歳です。ジャンプちゃん、お子さんは来てくれたの、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。夏っぽいね。
はい、ではではごめんね、じゃあじゃあ、さんこちゃんたち、はい、では日頃の祭りの一言お願いします。また来年もしてください。遊びに行きます。ありがとうございます。素敵な美魔女を見つけましたのでインタビューさせていただきたいと思います。お名前とお年を教えてください。私エビ、私エビ、私はエビ。エビちゃん何歳ですか？16。わ、16歳の美魔女ちゃんですね。はい、ではお姉さんもお願いします。私18になります。18歳。うわーすごいですね。赤ちゃんみたいに可愛いですね。若返りですよ。若返りだね。2人の関係は親子です。うわー親子で長生きなのね、はい、素敵ですね。頑張ってます。はい、どちらからいらっしゃいましたか？東京都江戸川区でございます。江戸川区でお住まいなんですね、はい、このひげ犬祭りはどこでお知りになりましたか？友達。お友達。お友達から一緒に来たんですか？そうです。ありがとうございます。では二人の美魔女ちゃんからひげ犬祭りに一言お願いします。深夜になってもまだ楽しめるぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも毎年顔を出してくださいね。もちろんです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。